はい、お次はスマッシュブラザーズのテーマ。前BGM、任天堂のゲームの BGM 当てゲームで、スマッシュブラザーズが全く分かんなかったんですけど、こういう音楽なんだね。スマッシュブラザーズやればよかったな。おい、来たさあ、お次、恒例行こうかな。これ面白そうなんだけどな。氷コインと、降り注ぐバブルと、せり上がる溶岩のラン。まさか、氷コインがマグマに飲まれても溶けないとは、そう、予想外でした。仕方がないので、自前で溶かしまくった結果がこれです。氷コインって、マグマに飲まれても溶けないんだね。そうなんだ。マリオのこのファイアーボールっていうのかな、あれだったら溶けるよね、きっとね。さあ、とりあえずダッシュ。あれ矢印が。あ、いいのか、これで。あ、いいっぽいな、これね。確かにマグマに飲まれても氷コインが溶けてない。うわ、そこで死ぬか。そこで死んだね。なんか矢印がね、ちょいちょいなんか変な方向を示してるなと思ったら、そうか、行ってこいのコースなんだね、これね。ようやく意味が分かったぞ。はい、で、ここで戻って、ここでジャンプ。もうやだ!タイミング合わない。難しいな、このコース。お、いた。オッケー。このファイヤーバーっていうのは、わあ、そこで死んだか。そこで死んだ。ちょっと間に合わなかったのか、今。難しいな、このコース。あぶね、ギリギリ。どっち行けばいいの、どっちいいの、右、あ、よーし、クリアー。これちょっとでも遅れるとバブルに当たって死んじゃうっていう、結構難しかった。はい、クリアしました。お、ベストタイムと全く同じ。これ初めてだ、俺。てか逆に言うと、ベストタイム出さないとクリアできないっていうことだよね。おそらくそういうことなんですよ。とても難しいのでクリアできたらすごいって書いてある。クリア率 1.5。これは結構難しいぞ。P スイッチジャンプチャレンジ、ハードって書いてあるね。僕もね、クリア率 3% ぐらいだったら一発ではいけなくても、何回か挑戦すればクリアできるんですけど、1.5 はね、結構。わ、こういうパターンか。これ P スイッチを、なんだろう、そのタイミングよく、ジャンプで押していくっていうのも結構難しいんだ、ほら。タイミングがずれるとそもそもジャンプできないからね。おー、いい意味。めっちゃ、うわー、タイミングがずれるとジャンプできなくて、トゲトゲに当たっちゃうっていうね。うわー、ここ難しい。うわー、乗れねー、乗れなかった。うわー、乗れねえよそれ。おっとー、ここまで行ったのに悔しい。ボタン押せなかったね、今。うわー、くそ。
うわぁ、きついなぁ。今コースのどれぐらい来てんだろうね。半分来てほしいな、もう。うわぁ、ちょっと一瞬でも気抜くともう死ぬわ、ここで。おぉな、何今の、ドドドドドって言ったけど今。はい、中間地点来たよ。いいね、いいね。さあ、ここ踏んで、わかんない。一度落ちてっていうことだよね。で、動くバーを追いかけてって、あ、やばい。そう、そこ落ちるしかないもんね。だってどう見ても。なるほど。で、落ちて、ドアーそれでジャンプしてあのバーを追いかけていってまた乗ってどうにかすんのかな。うおくそー、もうクソしか言えないよこれね。あよっしったクリアできた。いや、めっちゃ時間かかったよ。まあ、20分ぐらいでクリアできたけどね、でも。いやー、クリア率 1.5% だったよね。いや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 、20分ぐらいかかりましたかね。まあでもね、めちゃくちゃ難しいから、めちゃくちゃ無口になっちゃったけどね。実況になってなかったけどな、これ。これはちょっと一発ではちょっとクリアできないっすかね、さすがに。